どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトライストリンガーにとって抑え込みをするメリットとはとなります。トライストリンガーを使っていると相手をうまく倒して中を奪える時ってありますよね。この時に前線に合わせて前に出るか、それとも中央より後ろでポジションを維持しながらスペを貯めるか、いろいろ葛藤があります。僕自身はよっぽど足場が取れてなければ中央塗りをしますが、そうでなければ抑えの行動に走ります。リスクが高い行動ですが、メリットは大きい行動なんですよね。そこで今回はトライストリンガーでの抑え込みのメリットなどを細かく紹介していきたいと思います。抑え込みは危険を伴いますが、公営の仕事ができるチャンスでもありますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。メリットを話す前に、そもそも公営の抑え込みってどうなんでしょうね。前に出るのでリスクが上がるだけのように思う方も多いのではないかと思います。ですが公営の抑え込みは前衛よりも強力になる可能性があるので、実は結構大事な行動だと思っています。前衛は射程がないので敵陣の奥まで行く必要があります。敵に囲まれるリスクがあるのでレスしやすいんですよね。それに比べて後衛はある程度安全圏からリスポーン近くまで攻撃をすることが可能となります。こちらから視覚的に見やすい場所を取ってしまえば、中央への移動を制限することも可能となります。エリアであればこれ以上進めさせないという意思を相手に見せれます。こうなると相手は打開を成功させないといけなくなります。この状態で後衛がうまくキルを取ることができたら、相手は復帰してもすぐに倒せるので常に有利になるわけです。もちろん前衛をカバーしながら抑え込めれば、さらに時間を稼げます。なるべく前衛に合わせて抑えた方が有利なんですよね。ではこの点を押さえた上で、押さえる時に起きるメリットをいくつか紹介していきたいと思います。1つ目は敵の行動範囲を制限できるということです。これは中央への抜けを減らす方法になります。基本的にスプラのマップにおいては中央にオブジェクトが集まるようになっています。そのため中央に敵がいる時ほどシーソー状態になってしまい、カウントが全く進まない、または維持される状態になります。こうなってしまうとキルを取ってから有利にするしかなくなるんですよね。ですがキルを取って敵陣を抑えた場合はどうでしょうか。一時的にこのシーソー状態から脱することができますよね。抑えの行動は相手の移動ルートを潰すことができるので、中央にたどり着きづらくなります。こうなると相手はルール関与することができなくなります。しかも自陣での行動を強いられるので動きが制限されるんですよね。今作のスプラは移動ルートが決まっていることもあり、そこを抑えると中央への移動がとても困難となります。この点を把握した上で抑えの行動をするだけで試合自体を一時的に有利に進めれるんですよね。後衛の代表のリッターでイメージするかといいと思いますが、自陣高台のポジションにリッターがいると動きづらいですよね。まあ、このように抑え込まれたら何もできなくなります。そういうことです。2つ目は相手のスペシャルを一時的に封じれるという点です。よく聞くメリットですが、具体的に説明したいと思います。まず1番はキルをすることで無理やりスペシャルゲージを減らすという点です。手を使わせないのはキルするのが1番です。スペシャルゲージはデスした時に半分ほどなくなります。そのためスペを貯めようとしても時間がかかるんですよね。ですが抑え込むともう一つの効果があります。それは足場の削減です。基本スペシャルを貯めるには自陣の足場を使います。復帰後に打開に合わせてみんなで足場を縫ったりします。これにより打開のチャンスを狙うわけです。ですがこの足場が狭くなっていった場合はどうでしょうか。チームで足場の奪い合いが始まるので溜まりづらいんですよね。このようにスペシャルゲージの増加効率を落とすきっかけを作れるので、意外と抑え込むって大事なんですよね。この時にキルも取れればさらにこちらは有利になります。いい循環がこちらにできるんですよね。また仮に1人スペシャルが溜まったとしても複数人で使われなければ
避けれる可能性が高いので、そこまで脅威ではないということもあります。オブジェクト付近で使われるよりも、敵陣あたりで使われる分にはこちらとしてはラッキーです。さらに自チームがスペシャルの温存ができていれば、もう一度抑え直しができるので意外といいんですよね。強力なスペシャルを持った武器構成であればあるほど、積極的に抑えてデスを量産していきたいところとなります。3つ目はカウント進行のチャンスとなります。カウントを進めるときは人数有利などがありますが、抑えた方が確実です。基本的にはオブジェクト周りには敵と味方が囲むようにいることが多いです。そのため人数有利だったとしても、潜伏している敵1人に潰されるということもありえます。意外と一か八かというところなんですよね。ですが抑え込みをした場合は、人数有利よりも安全圏を確保することが可能となります。矢倉や矛であれば、ここまで確実に進めれるというわけですね。エリアとアサリなら場所を独占できます。人数有利から抑え込みという流れができるだけで、これだけでルールがスムーズに進められるんですよね。ルールの関与のタイミングを考えると、相手の抑え込みをした方が圧倒的に進みやすいっていうのがあります。逆転負けされた時をイメージするといいですが、自陣まで抑え込みに来た相手に対面負けし続けると逆転されますよね。あの現象がこの抑え込みの行動のメリットの一つとなるわけです。このあたりは負けからつなげて考えると分かりやすいですね。4つ目は前衛の生存につながるです。抑え込みの時のメリットとしては、前衛が生き延びることかと思います。これは単にヘイトが分散するというのと、前衛のカバーが早くなるためです。前衛が前に出るタイミングに合わせて孤立させてしまった場合、どうやってもカバーは無理です。高確率でデスをします。ですが前衛に合わせて抑え込みをした場合、後衛の攻撃が相手にとって邪魔となるため、視線が分散します。これだけで前衛が対処する枚数が減るんですよね。なるべく1対1に持ち込めるように動きます。さらに相手の復帰順番が1人ずつだと、とても簡単に倒すことが可能となります。仮にこの状況でデスしたとしても、自分のところにスパジャンをする可能性もあります。こうなると抑え込むサイクルができてくるので、相手が動きづらい時間が伸びるわけです。抑え込みは試合を有利にする時間を伸ばすことが目的でもありますが、味方のフランを減らす行動でもあると言えます。ここまでメリットを紹介してきましたが、抑え込みをする上で一つ大事なことがあります。それはデスをしないということです。基本的には抑えて味方をカバーしてという風な動きになりますが、ここで後衛が潰されるとかなりリスクが跳ね上がります。それまで集めていたヘイトが自分から味方に移るからです。こうなると一気に味方は潰されてしまうため、全滅もあり得ます。これを防ぐには自分がデスをしないことが大事になりますので、状況が怪しい場合は引いてしまいましょう。うまく下がれば味方の前線復帰につながりますので、深追いのしすぎは厳禁ですね。はい、ということで今回ここまでとなります。トライストリンガーにとって抑え込みをするメリットとは、はいかがでしたでしょうか。抑え込みの行動をするにはかなりリスクがあるのは難しいことです。エイムもキャラコンもいりますからね。ただ味方に合わせて前に出ることができれば、有利に試合を運ぶきっかけにもなったりしますので、覚えたいところです。まずは意識からやってみてもいいのではと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。